はい、どうも隊長流です。今日はカレーを食べていきたいと思います。過去にね2回ほど紹介させていただいております常陸牛カレー。今日はねこちらのカレーを食べません。こちらのカレーはね隊長史上今ね一番美味しいと言われているレトルトカレー常陸牛カレーなんですけども、今日はこちらじゃなくてですねこちらです。じゃん。茨城県産の銘柄豚ローズポークを使用したフルーティーな甘さのポークカレーということで、ローズポークカレーを食べていきたいと思います。はい、隊長史上1位の常陸牛カレーを超えられるのかどうなんでしょうか。値段の方なんですけどもね、はい、こちら税込みで518円でございます。常陸牛カレーの方はですね、はい、626円税込みでね、はい、常陸牛カレーの方が、まあ、高いんですけどもね、値段じゃありませんからね、美味しさはね。隊長史上1位の常陸牛カレーを超えられるのか勝負です。はい、温まりましたローズポークカレーです。それではね早速食べたいと思います。いただきます。確かにフルーティーで甘いカレーですね。美味しいです。グーです。はい、それではねこのお肉ローズポークのところ行ってみましょうか。ちょっとねじゃがいもは一回外してですね、あ、これじゃがいもじゃないな、これ肉の一部でしたね。ってことはほろっと、あ、これプルプルいってますよ。美味しそうですね。お、落っこちゃった。じゃあこれ一気にいってみましょう。いただきます。やっばこれ、おいしいですよこれ。美味しいです。こちらのねじゃがいものところをちょっといただきましょう。ごめんなさい、じゃがいもじゃなくて肉でした。美味しい。グー。あ、これ美味しいカレーですね。ごちそうさまでした。完食しました。結果なんですけどもね、はい、体調的にですねなんとこっちです。ローズポークが今日をもちまして隊長史上一番美味しいレトルトカレーになりました。ローズポークカレーです。はい、あの結構甘めのカレーなんですけども美味しかったですね。はい、あの簡単に言うとですね、あのプロが美味しい茨城県産のローズポークを使って、プロが家庭のカレーの味を表現しました。素人がね家庭の味作るのはまあそれは普通なんですけども、ちゃんとプロがその家庭のカレー、よくねあの家のカレーが一番うまいなんてこと言うじゃないですか。なんかねそういう家庭で作るようなカレーをイメージしたんだけども、そのやっぱりプロがちゃんと作りましたみたいな味でしたね。美味しかったです。常陸牛カレーはどっちかというともうね、あのプロのカレーなんですよ。プロが本当にあのお店で出すカレーを作りました、それをレトルトにしましたっていう感じで、これもまあもちろんめちゃくちゃ美味しいんですけども、このねなん
となくこう家庭のカレー感をね出された感じ、そこに体調弱かったみたいです。はい。で家のカレーもですね、体調の家のカレーも牛カレーじゃなくて豚カレーなんですね。だからやっぱりそっち近かったからですかね、こっちの方がね美味しく感じました。はい。もちろんねこっちばっかり食べてるともちろん常陸牛カレーが食べたくなるとは思うんですけども、はい、順位を無理やりつけるとまあほぼね同率1位みたいな感じなんですけども、ローズポーク1位、常陸牛カレーは2位ということになりました。茨城ダラダラ探検隊、隊長の龍がお送りしました。またお会いしましょう。バイバイ。こっちが1位です。